女優としての新境地へ。16日に放送されたテレビ朝日系連続ドラマ離婚しない男、サレオとお嫁の騙し合いの最終話が4日間で180万回再生を記録し、 TVer でも最終話まで全てでランキング1位を奪取。1月期の連ドラを席巻しました。本作は同名の人気漫画が原作。妻の不倫を目撃して離婚を決意した主人公が親権を得るために奮闘する物語です。主人公の妻役を演じる篠田麻里子は劇中で不倫相手との濃厚なキスシーンやランジェリー姿を披露。新境地とも言える体当たり演技が SNS で大きな話題を呼んでいました。